まずはこの時期ですね、皆さんからもコメントいただきましたけれども、今日から北海道札幌市では札幌雪まつりが開催されたということですね。会場での開催は3年ぶりで、大勢の人出でにぎわっております。いただいたリポートを届きましたので見ていきましょうか。さあ、こちら北海道札幌市からのリポートです。こちら日本ハムファイターズの日本ハムファイターズではないですもんね日本ハムファイターズ、日本ハムファイターズの野球場ごめんなさい、日本ハムファイターズの野球場、新球場エスコンフィールド北海道の雪像です。新庄監督の雪像も大きくてそっくりですね何ですか、なんでスタッフさん笑うんですか本当にいいことですよね。すみません、かなり疎い内容ではあるんですけれども、私は皆さんのコメントで学んでいますからね、ありがとうございます。ちょっとコメントの助けを借りたいです。球場が変わるんですね。あ、そうなんですか。3月から新しいフィールドにブランドになったということで、お顔が似ているということなんですもんね。そっくりですね。エスコンフィールドの北海道の雪像です。ビッグボスっていうんですか。私も最近こう何でしょうかね、こう趣味を広げたいっていう気持ちもあるので、こういう皆さんからの、野球アニメ見れば解決ですよね。なのでこういうスポーツネタもしっかりこう吸収できたらいいなって思います。なかなかこう触れない分野ですので学ぶこともありました。本当ですか、ありがとうございます。逆にありますか。先日取材を受けまして、30代のアドバイスをもらったんです、いただいたんですよ。趣味はたくさんあった方がよくて、こうなんでしょうね、30代でたくさんの趣味を持っていくと広げると40代もっともっと楽しくなるよって伺ったので、いろんなこう趣味を楽しめればいいなと思っております。新庄監督の愛称がビッグボスって言うんですね。ありがとうございます、勉強になります。なので野球を詳しい方とこう野球見に行ったですね、ユッキーとか詳しそうですもんね。野球11人でしました、ありがとうございます。違いますか、信じますからね私全部。野球は何人でしたっけ。9人ですか。基本的に9人でも表裏があるのは知ってますよ。高校生の時に野球を体育の授業で少し習いました。表裏がありますよね。ユッキーとマリンコ、ね、ユッキー詳しいのでちょっと今度誘ってみたいと思いました